よろしくお願いします。伊勢物語前段動画講義。今日はその第13回目です。私は愛知教育大学の田口久幸と申します。タイトルは、落ち切ったがゆえのスランプ脱出というものですね。取り上げますのは34から37段です。25段から37段の総集編も兼ねております。伊勢物語前段動画講義ってのは全部で43回を予定してまして、原則として毎週土曜、時として日曜日にアップします。ですので、まあ、回数も多いですしね、それから、長丁場になりますんで、全体を10のブロックに分けました。で、各ブロックの最後には、総集編を入れるようにしました。まあ、一つこれ60分くらいあるとね、それ43回見る人って本当にいるのかなっていうふうに思いますよね。まあ、そういう人のためにも、総集編だけね、作っとけばね、飛ばしてね、ご覧になることもできるんでね。そういう意味でも総集編はいいかなと思いますけれども、私が総集編作った本当の意味っていうのは、つながりをね、すごく重視してほしいなっていうことなんですよ。私の読みっていうのは、つなぎ読みって言って、商談と商談を積極的につなぎ合わせて、深読みを仕掛けていくっていうものなんですね。で、まあそういう読みなもんですから、絶えずね、どういうつながりの中で、この商談があるんだっていうようなことをね、考えてほしいもんですから、総集編でね、いつもその、広いつながりのね、つながりを頭の中に入れておいていただけるといいなというふうに思って、こんなことをやってます。はい。あとですね、これ毎回言ってますけれども、そういったブロック分けのこととかね、あるいは参考となるコンテンツについて、のことをね、ちょっと説明しましょう。伊勢物語前段動画講義で検索しますとね、予定表が出てまいりまして、で各回には備考欄が設けてありまして、参考となるコンテンツに飛べるようになっています。私がホームページ上ですでに公開しております、伊勢物語で遊ぼうですとかね、伊勢物語対話講義なんていうのが、あります。はい。まあ、上がってない場合もあるんですけどね、今回ですとこんなもんがありますね。はい。伊勢物語で遊ぼうの15回。これは前回も紹介しましたね。前回が25から33段なんですけれども、伊勢物語で遊ぼう第15回っていうのは、25段から37段までをね、取り上げています。マイナー商談一気読みなんていうね、そういう題の回ですね。まあ、そういった、マイナー商談である、あるけれども、まあ、つないで読んで、まあ、それなりに面白い、それなりというか、まあ、面白いよっていうふうにね、言ってるわけです。ちょっと注意しておきますと、マイナー商談なんて私言ってますけど、まあ、一般的に見てそれはマイナー商談だという意味で言ってて、で、私自身はね、マイナーメジャーってことは、気にしてません。なんでかっていうと、マイナーなものがね、つなぎ読みによって輝きを増す、っていうこともあるし、それから実際ね、マイナーとされている商談がメジャー商談に匹敵するぐらいのね、重要な意味を持つ場合もありますんでね。私の中ではマイナーメジャーってことは、まあ、関係ないんだけれども、まあ、一般的にマイナーとされているものがね、つなぎ読みによってこんな風に読めて面白いんだよってことをね、強調するために、まあ、こんな言い方してるっていう風にね、思ってください。はい。それからその下なんですけれども、これね、今日総集編終わったらちょっと時間があるかなと思って、第8回で、前段動画講義の第8回でやった、つなぎ読みって一通りじゃないよっていうことをね、もう一回やってみようかなと思います。第8回では17から20段をね、取り上げましたよね。で、対話講義の3というのもね、その範囲をやってるんですけれども、35、36、37をね、違う読み方で今日読んでみたいと思います。だから、対話講義の3とね、直接関係するってわけじゃないんだけれども、参考にはなるだろうと思いますね。読み方が、まあ、何通りかあるよっていうようなね、概念的な説明もね、概説的な説明もね、3の上の方にはありますんでね、そんなのもご覧いただけると、より理解しやすいな、というふうに、かなというふうに思います。
太陽講義の3なんかもね、読んでおいていただけると、なんでこの人、一通りの読みじゃなくて、もう一通りの読みを示すんだろうなんてことがね、よくわかるかと思います。で、ついでにね、この7の下なんていうのも挙げました。これはですね、恣意的に感じられて、つなぎ目は当然なんだよということを言ってます。恣意的っていうのは、まあ自分勝手というような意味なんですけれども、こんな風に私がやってるとね、つなぎ読みっていうのは、読者がどう読めるかっていう読みなもんだから、深読みを仕掛けていくようなもんなので、唯一無二の作者の意図を探るというのをね、まあ、いいというふうに考えている人にとってはね、なんやこれは、というふうに 思われると思うんですね。恣意的に感じられて当然ですよね、でも。だって、作者の唯一無二の意図なんて追っかけてないですからね、最初からね。まあそういうのテクスト論って言うんですけど、どういうふうに読めるかっていうのね。そういうものなので、そんな風に言われても困っちゃいますよっていうことをね、対話講義の7の下で言ってます。あともうちょっと言っておくと、私の読み方ってかなり自由なんですけれども、厳密なところもあるんですよね。自由に読んでいいところは自由にやるんだけども、厳密に読まなきゃいけないところは厳密にやっててね。それなんかは対話講義の4と6、対話講義の4と6を読んでいただけるとありがたいなと思います。23段と87段に関してね、厳密に読まなきゃいけないっていうことをね、言ってますんでね。それから、つなぎ読みには、ルールがあるよってことも言ってますね。何でもやりたい放題なんじゃないよっていうことね。前段動画講義で言うと、つなぎ読みのルールを説明したのは、第6回ですね。第6回で言ってますね。対話講義で言うと、2の上に当たりますね。つなぎ読みにはルールがあるよっていうようなことを言ってますんでね。そういった厳密に読まなきゃいけないっていうところはちゃんとやってますんでね。だから、こんなことやってると、つなぎ読みなんてことやってて、さらにね、つなぎ読みが一通りじゃなくて、まだ、まだあるよなんていうこと言うと、とんでもないやつだって思う人もね、いるみたいなんだけれども、ちゃんとやるとこはやってるしね。それは、本当に人並み以上に、やってる自負はありますよ。本当に。だから、対話講義の4とか6とか読んでいただきたいなと思うし、それから、伊勢物語じゃない大将、ね。例えば、山辺の赤人動画講義っていう姉妹編があるんですけれども、それなんかはもう赤人が何を考えたのかっていうことをね、もう本当に厳密に、追求していますんでね、対象によって僕は、やり方変えてるんですよね。それに合ったやり方はどっちかな。作品論なのかな、テクスト論なのかな、作者の意図をね、厳密に探っていく作品論がいいのかな、それともまあ、読者がどう読めるかっていうことを考えるテクスト論がいいのかなっていうのは、対象によって変えてるんでね、まあ、山辺の赤人動画講義の方が気に入る人も中にはいるかもしれませんね。まあ、伊勢物語に飽きた人は、赤人の方もね、ご覧ください。ちょっと話脱線しちゃってすいませんね。こういうことやってるんで、もうなんか長くなっちゃうんですよね。はい、すいません。じゃあ、総集編ですね。総集編やりましょう。はい。総集編のやり方なんですけれども、34、5、6、7を話してから総集編に入るんじゃなくって、25、6、7、8、9、10、まあ30ね。で、31、32、33と、いうふうに、振り返って、それで34、35、36、37をやって、それをもって総集編としたいと思います。はい。これが、その見取り図ですね。前回お見せしましたね。はい。25、26、27、28、29、30というふうになんか、こう、ABC、A' B' C' みたいに繰り返してますね。積層構造ということもできるでしょうね。1層目に2層目が積み重なるっていうようなね。そんな言い方もできるでしょう。で、25と28は共通す
する話で、色好み女が相手という点でね、共通しますね。26と29は二条の妃。これ藤原の高い子ですね。例のお姫様ですよ。その関係という点で、まあ、共通しますんでね。こういうふうに、組んであるわけですね。27と30は、25、28、26、29ほどの共通性はないんだけれども、関係が途絶えた女との話という点でね、組み合わせられなくもないのでね、こんな風にしてみました。そして、27段では、まあ、なんともなかったんだけど、30段で、がっくりというふうなね、落差を読めるようにもなるんでね、こんな風に、まあ、してみました。ね。で、25、26、27、28、29、30というふうにね、こんな風に、ABC、A' B' C' というふうにね、読んで。そして、その、二層目の28、29、30の方が、状況も辛いし、主人公の気持ちもね、辛くなってるんだ。というふうに、考えてみたいと思います。そして、これね、前もって、こう言っときますと、こう、37、色好み女にリベンジってありますけど、この青いね、この矢印見てくださいね。落ち込むんだけれども上がってますよね。で、結局まあ、最後には、復活成長するってわけですよ。だから、ここら辺でボロボロになるんだけれども、それも、修行の一コマというふうに取るんですね。こういった、まあ、ボロボロになるのを経て、最終的には復活成長したんだね。それを修行の過程というふうにね、捉えて、繋いで読んでみようっていうわけなんです。ね。で、25段から少し読んでいくというか、まあ、振り返っておきましょうかね。まあ、総集編ですので、ちょっと詳しくね。うん、25段っていうのは、25段で出てくる女は色好み女なんですよ。色好みなる女っていうのが出てくるんですね。この女はですね、非常に手強い女で、主人公を手玉に取ってるんですね。主人公は、あなたに会わないで、寝る夜にもう涙が溢れてきちゃって、もうしょうがないなんていうふうに、言うんだけれども、それを小馬鹿にしたようなね、歌を返すんですよね。まあ、主人公ももちろん色好みですよ。ね。でも、上には上がいるってわけですよ。ね。まあ、だからね、こう、色好み修行のトップバッターとしては、すごい強力なのが出てきましたね。ちなみにこれ小野小町のイメージもね、背負ってる女なんですね。詳しくは前回ご覧いただきたいと思いますけれども、まあ、トップにすごいのが出てきたよということです。でちなみに前々回のね、24段からの流れで言うと、前のブロックになってしまいますけれども、24段っていうのは、片田舎の女が主人公にすごく執着してくれましたよね。そして、前々回言いましたけれども、24段に限らず、田舎女はね、主人公に執着してくれてましたけれども、そういった状況から一転してね、まあ25段は都が舞台だと思われますけれども、そのね、この、色好みなる女がね、主人公を手玉に取る。今まで田舎女に対して優位だった、主人公がですね、一転してね、こう、まあ、ボロボロになるっていうところがね、落差があって面白いんじゃないかなと思います。あと、そうですね、24段を含めて、それ以前っていうと、印象に残ってるのは、藤原の高い子ですよね、お姫様ですが、あの人に関しても、前段動画講義では、第3回ですかね、第3回に取り上げましたね。第3回の、まあ、2回、3回と取り上げていますが、特に第3回の で取り上げた5段。5段は色好みの威力が通用してましたよね、お姫様にね。だから、主人公は、もう、こんな手玉に取られるっていうのはね、初めてなんですね、こんな小馬鹿にされるっていうようなね。本当に、まあ、
すごい、いい苦難が始まるわけですよ。で、26段です。26段は、二条の妃関係ですね。まあ、お姫様とやりとりするってわけじゃないですよ、ここはね。ここはどういう話かというと、モロコシ船ってのは日本と中国を、行き来するね、大きな船ですよ。モロコシ船というものに、例えられるぐらいの強力な恋のライバルが現れて、心中穏やかじゃないよっていう歌を読むんですね。恋のライバルが現れて、まあ大変。まあそのライバルが強力であればあるほどね、大変ですよね。まあこれも、苦悩のね、一コマでしょうね。うん、まあ、こういうのを経て、最終的にね、37段で、まあうまくいくと読むので、これもまあ修行の糧になっているというふうにね。私は読んでいくわけです。で37段、あ、ね、ごめんなさい、27段。27段は、これ実は、ボロボロになってはいません。どういう内容かというと、舞台は田舎だと思われますね。そこで、主人公がもう、飽きちゃった、二度と行かないような、女がいるんですけれども、まあ、彼女が嘆いているわけですよ。で、たまたま、あそこ通りがかって、主人公がね、女が泣いてるのをね、泣いてるというか、まあ、女が嘆いた、嘆く歌を読んでるんですけれども、その歌をね、聞いてね、まあ、おざなりの慰めのような、社交辞令の慰めのような歌を、まあ、読むわけですね。ここでは、嘆いてる女に対して、まあ、同情してやるというね。まあ、余裕のあるような、余裕のある、そんな姿が、読めますけれども、これね、次になる30段になると、今度はね、自分が嘆いてるんですよね。嘆いてる女を慰めてやってたのが、そんな余裕も吹っ飛んで、自分が嘆いてるってね。この落差が面白いんですよ。ね。27、30ってのは、関係が途絶えた女との話で共通する以外にもね、また27から30への落差がね、面白いんでね、くっつけておくといいんじゃないかなというふうに思います。では28段ですが、28段は、色好みになりきる女が出てきますね。この女は25段の色好みになる女とは、まあ別人と見た方がいいでしょうね。これね、主人公と一緒にいたんだけれども、家を出てっちゃったんですよ。家を出てっちゃったんですね。で、主人公は嘆くんですね。で、しっかり約束したのに、っていうふうにね、嘆くんですよね。状況としてはこっちの方が辛いんじゃないですかね。会えないっていうふうに、会えないから辛いっていうふうに、泣いてるよりも、まあ出ていかれちゃった。しかも約束したのに出てかれちゃったってね、非常に辛い状況だと思いますね。状況も辛いし、まあ気持ちも辛いですね。次、29段です。これ二条の妃関係ですが、相手がね、なんて言われてるかというと、東宮の女房って言われてるんですよ。東宮の女房。東宮というのは、皇太子です。で、女房というのは天皇の夫人で、まあ、位の高いものを指しますね。で、まあ、つまり皇太子を産んだ、女房ということなんですよね。これ、ね、こんな人になっちゃったんです。昔憧れてたね、高い子がね、こんな風になっちゃったんですね。これはもう手も足も出ませんよ、こんな風になっちゃったらね。そして、まあ、その人のですね、御殿でですね、まあ行事があって、それに、まあ、召されて仕事をね、分担させられてるわけですよね。そういう状況なんですよ。もう厳然たる身分差ですよね、これね。で、その時にね、まあ、
歌を読むんですね。まあ、どんな歌かというと、訳だけで言うとね、見飽きる時がない、いつまでも見ていたいのに、という桜に対する嘆きは、毎年してきた。見飽きる時がない、いつまでも見たいのに、というね、桜への嘆きは、毎年してきた。しかし、今日今宵に似た、ひとときは、まだ経験したことがありません。しかし、今日こういうふうにいたひとときはまだ経験したことがありませんね。思うところがあるんですよっていうね。これは辛いでしょうね。まあ、状況も厳しいしね。心情的にももう、とっても辛いね。もちろんさっきもね、強大なライバルが現れて心情穏やかではなかったんだけれども、それよりもね、さらに辛いですよね。はい。二層目になる。なると、まあ、一層目よりさらにね、状況も悪化し、そして辛くなっているということですね。30段ね、もうさっき予告しちゃいましたけれども、関係の絶えた女が出てきまして、まあ、その、関係の絶えた女に対してね、関係の絶えた女に対して歌を読むんですよね。訳だけ言うと、会うことは本当に短い間と思われて、会うことは本当に短い間と思われて、その後のあなたの釣れない心が長く感じられることでしょう。その後のあなたの釣れない心が長く感じられることでしょうというね、釣れなくされてるんですよね。さっきね、同情してたのにね、なんか、こういう、あなたのね、釣れない、心に、こうね、嘆いているわけですよね。その、女のね、釣れない心に、嘆いている。自分が嘆いているんですよ。さっきは慰めてたのにね、まあ、随分、奈落差だと言えるでしょう。ね。はい。で、31段、32段、33段ですが、31段ね。これは宮中でですね、まあ、あるつぼねの前を通ったらですね、なんかなんか、自分を恨んでる女はね、物言ってきたわけですよ。よしや草葉よ、ならん佐賀見る。よしや草葉よ、ならん佐賀民。まあいい。草葉よ。今後どうなるか見てやりましょう。まあ、枯れるに決まってるんよっていう、そういう意味なんでしょうかね。そんな言葉をね、投げかけられるんですよね。恨まれてるんですよ。それに対して主人公はね、まあ、私みたいなね、そんな罪もない人を呪うと、自分の上に忘れ草が生えて、忘れられて、しまうらしいですよ、なんてね、歌を読むんですよね。罪もないね、人を呪うと、忘れ草が自分の上に生えて、忘れられてしまうらしいですよ、なんていうね。そんな、逆恨みしないでよ、なんていうことを言うんだけれども、ちょっとね、その後が面白いんです。これ、31、32、33、34は、歌の後が面白いですね。歌の後に、最後にこんな風に書いてあるね。というを、妬む女もありけり。ね。というふうに読んだ。で、それを聞いて、妬む女もありけり。また別の女がね、恨んじゃったんですね。言い返したらね、またさらに別の女が自分を恨み始めたっていうんで、もう踏んだり蹴ったりですよね。まあ、スランプ続きですね。はい。では次、32に行きましょう。この32というのはですね、昔、情を交わした、通わせた女がいましたね。その女に何年も経ってからですね、まあ、より戻したいよ、なんていうことを言うわけですよ。で、その後に、やっぱり歌の後にね、きついこと書いてあるんですね。
まあ、さっきは、また別の女の恨み買っちゃったっていうね、踏んだり蹴ったりなことが書いてありましたけど、今度は、まあ、より戻したいよなんていうふうに、読むんだけれども、その後、と言えりけれど、何とも思わずやありけん。というふうにね、主人公を歌を読んだんだけれども、女は何とも思わなかったんだろうか。ね、何とも思わなかったんだろうかの後に、もちろん省略されてますね。返事はなかったということですね。返事なかったんですよ。なんかというか、非常に惨めですよね。これね、何も言われないってのはね。この、より戻したいなんて歌読んで、なんか無視されるって、かわいそうですね。はい。次33番です。これね、今の芦屋のあたりが舞台ですね。田舎ですね。この当時はね。この商談ね、まず主人公が、そこのね、芦屋の女にですね、まあ、通ってたわけなんだけれども、その女はですね、今度男が去っていったらね、帰っていったら、帰っていったらもう来ないだろう。もう私捨てられるだろうというふうに、思い込んでたんですね。で、主人公はまあ、歌を読んでやるわけですよね。まあ、なことないよと、ますますあなたに、思いを増していますよなんていうね。まあ、これもなんかおざなりな感じがしますけどね。そういう歌を読みますね。そうすると、女返します。この歌がね、まあ、省略しますけれども、詳しくは前回読んでほしい。前回をね、ご覧になっていただきたいんですが、この歌がね、実にうまい歌ですわ。技巧もうまいし。で、しかもね、飽きられた私の心なんかわかんないでしょっていうね、主人公のこの見えすぎた、ね、歌を、歌に対してね、何をって感じでね、返してるわけですよ。ね。まあ、見透かされてるわけですよね。まあ、雅を売り物にして、ね、田舎女をなびかせてきた、なびかせてっていうか、田舎女に、ね、が、もう、執着してね、くれてた、主人公がですね、こんな田舎女にいい歌読まれて、しかも、私の心なんかわかんないでしょうなんてね、見透かされてるわけ。で、歌の後がやっぱりきついんですよね。田舎人のことにてはよしやし。田舎人のことにてはよしやし。田舎人の言葉。まあ、この場合歌ですね。田舎人の歌にしては、上出来だろうか、不出来だろうか。これは上出来ですよ。まあ、伊勢物語はね、所詮は田舎者っていうような、侮蔑がね、あるんで、褒めはしないけれども、お、いい歌読んだってわけです。で、これ、ね、雅を売り物にしてた主人公が田舎女に一本取られるって感じですよね。田舎女に一本取られるってのは、これはきついですね。そして、まあ、見透かされているということなんですよね。まあ、そんなのを、この33段では読んでみたらどうかなということなんですね。本心を見透かされる上に、まあ、歌の方でも、まあ、一本取られているね。こんなところがね、ちょっと、まあ、ちょっとというかもう本当にスランプだなっていうふうに思います。そして来るのが34段なんです。その34段はどん底っていうふうに私言いましたね。これ見てくださいね。一番ね、底になってるのが34段なんですね。で、これね、今日は34段からなんですね。やっと入ります。34段。昔男、連れなかりける人のもとに、昔男がね、連れなかりけるね、連れなかった、人の、元にですね、歌を、やるわけですよ。ね、昔男が、連れなかった人の、元に歌を、
読んでやりましたと。言えば絵に、言わねば胸に騒がれて、心一つに嘆く頃かな。言えば絵に、言わねば胸に騒がれて、心一つに嘆く頃かな。あなたへの気持ちを言おうとすると言えず、言わないと胸騒ぎしてしまい、ひたすら心の中で嘆く今日この頃ですよ。あなたへの気持ちを言おうとすると言えず、言わないと胸騒ぎしてしまい、ひたすら心の中で嘆く今日この頃ですよ。で、歌の後にまたきつい言葉がありますね。おもなくて言えるなるべし。おもなくて言えるなるべし。面目もなく読んだんでしょう。ね、面目なく読んだんでしょうってわけです。ようもそんな歌読んだね。まあ、これ全面降伏するような歌ですからね。なんとも弱っちいですよね。ひたすら嘆いていますっていうね。で、よろしいでしょうか。で、この後ね、私こんな風に読んだんです。35、6、7で復活成長という風に読んだんですね。なので、私はこの34段の最後のところ、ね、おもなくて言えるなるべしをね、こんな風に読んでみました。まあ、本当に無様だよっていうことをね、言ってるとも取れるんだけれども、それはまあ、2種類目の読み方ではそういうふうにするんですけれども、ここのとこね、次の35、6、7をね、こう、登っていくっていうふうに、取りたいもんだから、これね、主人公を一括するようなね、かーつ、しっかりしろーっていうようなね、そういうコメントというふうにね、読んでみます。そして、まあ、行間を読むとか、章段間を読むとかいうような感じなんですけれども、そんな風に言われて、主人公は自覚、反省するんではないでしょうか。そういった姿までもね、想像していいと思いますね。まあ、そんな、ね、こう、一括するような、コメントがここにあるってことね、大事ですね。無様であるよということと同時に、これが、これで、どん底まで落ちたので、上に行くんだっていうことですね。今日のタイトルは、落ちきったがゆえの、スランプ脱出なんていうふうにあります。脱出ってありますよね。落ちきったがゆえっていうのは、ここのとこですよ。ね。この、おもなくて言えるなるべし。たったこんだけの言葉なんだけどね。つなぎ読みでは、すごく、面白い言葉になりますよね。深い意味を持たせることができますよね。まあ、違うやり方もありますんでね。これはまた、さっきも言ったように、後で、言いますね。はい。次、35段ですね。昔、心にもあらで耐えたる人のもとに。昔、心にもあらで耐えたる人のもとに。ね。不本意ながら、関係が耐えてしまった人。まあ、女の人ですね。に、こんな歌を読んでやるんですよね。ちょっと書いたものがありますのでね。これ見てください。はい。下のところですね。玉のを、泡鬼よりて結べれば、耐えての後も合わんとぞ思う。玉のを、泡鬼よりて結べれば、耐えての後も合わんとぞ思う。泡鬼ってのがね、よくわかんないんですよ。わかんないけども、この万葉集のね、763番の歌、玉のを青によりて結べらば、ありて後にも合わざらめやも。まあ、青によってね、結んでおいたなら、会えないことがあろうかなんていうような、そういう歌ですんでね、まあ、青によったんだから、ね、青を寄りに酔ったので、まあ、そんな、消えないはずの二人の仲なんで、また、会えるだろうなんていう。まあ、こういった万葉集なんかのね、こういう先例を、前例をね、まあ、踏まえて言っているので、まあ、どういう結び方なのかね、わかんないんですけどね。まあ、とにかく、また会えるような
結び方なんでしょうね。で、訳をしましょうね。玉を連ねる紐ね、玉を。玉のをね。玉を連ねる、紐を、阿波踊りによって、結んだので。そんなに、そんな切れにくいはずの二人の仲なので。そんな切れにくいはずの二人の仲なので、耐えての後も会わんとぞ思う。関係が耐えた後も、必ず会える、必ず会おうと思います。必ず会おうと思いますね。また会おうと思いますね。そんな風に、訳しましょうね。で、これ、強気ですよね。耐えちゃったんだけれども、いやいや、また会おうってわけですよ。ね。愛の永続を誓っている。とにかく、まあ、強く思うことなんですよね。これが、今までなかった感じ。さっきの、なんか、ひょろひょろっとした感じね。なんかスランプ続きでボロボロになってるところとはちょっと違うね。強くなってる。たったこんだけなんですよ。たったこんだけのものなんだけれども、繋いで読むと、それなりに面白くなる。それなりというか、まあ面白くなるんでね。面白いもんでしょ？ね。思わなくて言えるなるべしがあって、35段をこんな風に読んでみると、楽しいですよね。伊勢物語ってそういう風に楽しむものだっていう風に、思うんですよね。組み立てるのを楽しむキットだなんていう風に、私言ってますね。で、次36段ですね。昔、忘れぬるなめり。忘れぬるなめり。どういうことかというと、昔ね、私を忘れてしまったようですね。これは女が言ってるんです。主人公に対して。私を忘れてしまったようですね。と、問いかけて、来たんですね。女がね。忘れぬるなめりと、問いごとをしける、女のもと。ね。これは、私、つまり女ですね。女。私を忘れてしまったようですね、と主人公に問いかけてきた女。ね。この女のもとにですね、歌を読んでやるわけです、主人公がね。谷瀬ばみ、峰まで生える玉かずら。たえんと人に我が思わなく。谷瀬ばみ、峰まで生える玉かずら。たえんと人に我が思わなく。谷が狭いので峰まで、伸びる玉かずらのように。谷が狭いので、峰まで伸びる玉かずらのように、あなたと耐えようなんて思いもしないのに。あなたと耐えようなんて思いもしないのにってわけですね。思いもしないのに。で、その後、思いもしないのに、まあ、歌の意味をね、補足しますと、思いもしないのに、どうしてそんなこと言うの？大丈夫だよっていうふうにね、補ってみたいと思います。ね。相手の女が不安なんですよね。私のこと忘れてしまったようですね。ね。いや、そんなことはない。玉かずらのようにね、ずっと、愛の永続を誓いましょうってわけですね。あなたと耐えようなんて、思いもしないのに。なんでそんなこと言うの？大丈夫だよっていう、力強さが、感じられる。ね。強く思う力っていうんですかね。そういうものを、まあ、読み取りましょう。ね。はい。そして37段が来ます。これは本当に力強いなっていうふうに読むことができますね。昔、男。色好みなりける女に会えりけり。ね。ほら、ね。色好みなりける女が出てきましたよね。25段の最初に、ね。色好み女が出てきて、28段でも出てきた。そして最後、締めくくるように、色好み
女がまた出てくるわけですよ。昔男が色好みだった女と、女に会えりけりね。昔男、色好みになりきる女に会えりけり。色好みだった女と関係を持っていましたと。で、後ろめたくや思いけんってありますね。後ろめたい。これ、気がかりだったっていうことですね。相手が色好み女なもんだから、気がかりを思ったんですよ。で、こんな歌を読んでやるわけですね。はい。ね、気がかりに、思ったのでしょうか。ね、こんな歌を読みましたと。ね、我ならで、下紐解くな。朝顔の夕影またの花にはありとも。我ならで下紐解くな。朝顔の夕影またぬ花にはありと、私以外の男の前で下紐、これ下着の紐ですね。下着の紐を解いてはならぬ。私以外の男の前で下紐を解いてはならぬ。朝顔、これあなたのことですね。あなたが夕日を待たずにしぼむような移ろいやすい花、まあこれ女のことですね。女だとしても、朝顔が夕日を待たずにしぼむような移ろいやすい花だとしても。ね、移ろいやすい、いい女だとしても、そんなことはするんじゃない。っていうね。強気ですよね。もう35、6を、まあ、強く思う主人公像を読んでくると、まあ37段もね、そのつながりでね、読めますよね。そうするとね、これ、女はこんな歌返すんですよ。二人して結びし紐を一人して、愛見るまではとかじとぞ思う。二人して結びし紐を一人して、愛見るまではとかじとぞ思う。あなたと二人で結んだした紐を、私一人であなたと再会するまでは絶対解くまいと思います。あなたと二人で結んだした紐を、私一人で、あなたと再会する、あなた様と再会するまでは絶対解くまいと思います。ね。あなた様と再会するまでは絶対解くまいと思います。塩らしいじゃないですか。ねえ。従ってるわけですよ。25段のねえ、女は、本当になんか憎たらしいような女だったんですけどね。これは、従えてるんですよね。色好み女。だから、ね。ここですね。最後、色好み女にリベンジとありますね。こんな風に読んだんで、まあ最後うまくいったんで、これ全体をね、修行なんていうような言い方するわけですね。まあ、これが、まあ一つの読み方ですね。でね、もうちょっと、総集編の補足と言っちゃなんなんですけれども、ちょっとね、第3ブロックの中だけの総集編を今ね、言ったんですけど、もうちょっとね、補足したいと思います。第2ブロックにまでちょっと突っ込んでね、つながりを見てみたいと思うんですね。ちょっとここ見てください。弱さ。そして強さ。ね。25から34までは弱いって言えますよね。そして35から37は強いって言えますよね。で、これは先ほどね、紹介しました、伊勢物語で遊ぼうの15回にもね、第15回のところにも書いてますけれども、35から37のところ、ね、ここは強いって読めます。それから、25から34は弱いって読めますね。これね、第2ブロックのところで、これは、第9回、10回、11回、第9回、10回、11回でね、お見せしたものですよね。11回っていうのは、前々回ですね。24段読んだ時ですね。
総集編の時ですね。9、10、11でこれをお見せしてますけれども、これ、ちょっとよく見てくださいね。21段。まず弱さがあります。そして、22段は強さです。ね。弱さ、強さとあって、これは21、22です。これが1層目。で、2層目です。2層目。これまあ、下から書いてますね。地層が積み重なるようにね。地層が積み重なるっていう意味で、これは、下から書いてますね。上見てくださいね。23段の第1部、第2部ね。また別の強さが出てきます。そして、こっちね、こっちですね。はい。23段の第3部と24段は、また違うね。弱さが出てくるね。弱さ、強さの上に、また別種の強さ、弱さが積み重なるんです。これが第2ブロックのね、21から24段までのね、つながりでした。ね。弱さ、強さの上に、また別種の弱さ、あ、強さ、弱さがね。ちょっと順番変わっちゃうんですけどね。強さ、弱さが、積み重なるってわけですね。で、そういうふうなところと関連させようと思えば、今やったところもね、挙手的な見方をすれば、マクロなね、見方をすれば、その、弱さ、強さ、強さ、弱さの次に、また弱さ強さが来るね、というような読み方も可能で、積層構造がね、まだ続いてるね、弱さ強さあるいは強さ弱さのね、積層構造がまだまだ続いてるんだよなんていう読み方もできると思います。まあ、ただまあ、今回のね、25から37のところでは、その、まあ、弱さとか強さのね、評価の対象が、まあ、一貫して主人公になりますけどね。まあ、相手も含めて言っていたり、相手オンリーだったりするわけじゃなくってね、その、誰が弱いか強いかっていう点ね、うん。相手も含めて言っていたり、それから相手オンリーだったりするというのとは違って、今度は主人公オンリーになるんですけどね。うん、まあ、弱さ強さという点ではね、積み重ね、うると思います。こんな風にね、つなぎ読みってさらに広くできるんでね、面白いかなという風に思います。はい。それでは、最後ね、つなぎ読みが一通りじゃないよということを説明したいと思います。まあ、17から20段のところで、散々、言いましたけれどもね、また別のところもね、上げとくと、まあいいかなと思って、今回ちょっと上げてみます。これ見てください。これ特に水色の矢印ね。34段のところ、一括的なコメントとは読まないんです、今度は。さっきはね、ここから、こうやって、落ちてって、で、上がってきましたよね。上がってきましたよね。今度は上がりません。そのままこうね、スランプ継続で、落ちっぱなしって感じです。35段、絶望的なのに諦めきれない。36段、自分を忘れた相手に対してぶちる。で、37段は空振りっていう、なんかもう散々な言い方なんですけど、こういう読み方もまたできるよっていうことですね。これ、大学で講義してね、第一つなぎ読みがいいか、今のがいいか、どっちがいいなんて言うと、まあ、それぞれ、皆さん好みがあるみたいでね、分かれますね、意見がね。35段をね、悪く読んでみましょう。ね。弱っちい感じで読んでみましょうね。昔不本意ながらもこう関係が耐えてしまった人のもとにね、まあ歌を読むわけですよ。玉を貫ねる紐を青よりによって、結んだので、そんな切れないはずの二人の仲なので、まあ関係が耐えた後も会えるだろう。まあ、今度は会えるだろうにしておきましょうね。会おうじゃなくてね、会えるだろうと思いますという、ふうに、
訳しますが、これ、関係が絶えてるんですよね。関係が絶えてると重視しましょうね。関係絶えてる。そして、絶えての後もってある。まあ、見方によってはね、これもう終わっちゃってるのを、未練がましく希望をね、希望的に、希望的な推測でですね、予測でですね、まだね、関係が絶えた後もまた会えるだろうなんていうふうにね、希望的にそういうふうに、まあ、読んでるってわけですよ。ね。強いというよりは、なんか、弱い感じね。絶望的なのに諦めきれない。というね。これは弱さと見ることができるでしょうね。うん、で、36段。昔、忘れぬるなめり。これね、ちょっとこれ見てください。上の方はね、さっきやったものですよ。一つ目ですよね。忘れぬるなめりと、問いごとしける女。ここね、どういうふうに訳したかというと、第一つなぎ読みではね、私、これ女のことですね。私を忘れてしまったようですね、と主人公に問いかけてきた女というふうに、やりましたけれども。まあ、下のところ見てくださいね。二つ目。まあ、第二つなぎ読み、第三つなぎ読みになる。の、第二になるか第三になるのか、ね、それともまあ、これ使わないでおくのか、それはまだわかりませんけどね。とにかく、別の種類の読みができますね。こんな読みです。これね、私、主人公のことですよね。俺のことを忘れてしまったようだね、なんてね、言うわけ。で、主人公がそういうふうに問いかけた、相手の女、ね。主人公が問いかけた相手の女ですね。女に問いかけるんですよ。俺のことを忘れてしまったようだね。もっと情けないく喋った方がいいですかね。忘れちゃったみたいだね、なんていうふうに。そうすると歌がありまして、谷が狭いので峰まで、伸びる玉かずらのように、あなたと耐えようなんて思いもしないのにとあって、その後さっきね、かっこないは、どうしてそんなこと言うの？大丈夫だよっていうふうにね、強気で訳しましたけどね。今度は、それでもあなたは忘れてしまったんだねって、ね、この、顔文字で、泣いてるのを入れましたけれども、ここにね、はい。入ってますね。それでもあなたは忘れてしまったんだねっていうふうにね、やってみました。忘れてしまったようですね。僕のこと忘れてしまったようですね。俺のこと忘れてしまったようですね。っていうふうにね、主人公が女に、問いかけるんです。そして、それに、ね、さらに歌を読むわけですね。で、歌のね、後の補足として、こんなね、括弧書きで、それでもあなたは忘れてしまったんだね。ね、私は、耐えようなんて思いもしないのに、さっきは、どうしてそんなこと言うの？大丈夫だよ。ね。耐えようなんて思いもしないのに、大丈夫だよっていうふうにやったんだけど、今度は、耐えようなんて思いもしないのに、それでもあなたは、忘れてしまったんだねっていうふうにね、弱々しくね、訳してみました。次、最後の37なんですけども、これね、塩らしく従ってるっていうふうに、さっきやりましたけどね、これ、もう一回歌読みますよ。女の返しの歌読みますよ。二人して結びし紐を一人して、愛見るまではとかじとぞ思う。ね、これは、あなたとね、結んだ紐を、二人で、結んだ紐をですね、結んだした紐をですね、私一人であなたと再会するまでは絶対解くまいと思いますって、訳は同じなんですけど、この歌、工夫がないでしょう。これ、生返事みたいなもんかもしれませんよ。ひょっとしたら、今度、僕とどっかに行ってください、なんて、私が言ったとしましょう。そうすると、釣れない女の人が、うん、じゃあ今度ねっていう日、その今度は本当に来るんでしょうか？ね。振られたなっていう感じですよね。うん。これなんかもう、この歌がね、
なんか工夫がなくってね、適当に言ってるような雰囲気もあるんでね。だから、これ空振りですよ。強気で、私以外の男の前で下紐を解いてはならぬっていうふうにね、ならんっていうふうに、力強く言ったんだけれども、女が、そうですね、絶対得うまいと思いますよ、みたいにね。そんなふうに、読んだ。ね。これは、さっきみたいにね、こう、素直に、シンプルにね、しおらしく従ったという読み方もできるし、そうですね、そうですね、絶対得うまいと思います、みたいなね、こんなような、憎たらしいふうに、状況をね、考えることもできますね。そうすると、二通りできるんですよね、こういうふうにね。ね、面白いですよね。空振りで終わってるというわけですね。伊勢物語って本当にね、こういう、自由に読めるところが多いもんだから、こんな風に遊べるよっていうことなんですね。で、また、ね、こんな風な、違う種類の、つなぎ読みも、また可能になってくるってわけですね。皆さんはどっちが良かったですか？ね、こんな風に遊べるなんていうのも、なかなかね、言う人はあんまりいないと思いますけれども、そういうところが伊勢物語の楽しさだと思います。では、第3ブロックは、これで終わりということにいたしまして、来週からね、第4ブロックに入ります。第4ブロックはですね、来週から始まりますけれども、来週はね、その第1弾として、38、39、40ね、38、39、40ね、第4ブロックは、38から48弾ね、38から48弾なんですけれども、それを4回かけてね、やっていくわけなんですけれども、その第1日目として、38から40をね、取り上げたいと思います。来週もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。